公開。公開は国家が領有したり、排他的に支配することができない海域のことで、内水、領海、軍島水域、排他的経済水域を除いた海洋のすべての部分である。1493年、スペインとポルトガルはトルデシアス条約を締結し、大西洋やインド洋に対する両国の領有権を主張した。 イギリスとオランダはこれに反発し、1588年に英ン連合軍がスペインの無敵艦隊を撃破したことでスペインとポルトガルの領有の主張を空洞化させた。17世紀初めになると、イギリスとオランダは東インド会社を設立し海外交を広めていった。このような時代においてクロティウスは自由回論1609年の中で、 母国オランダの立場を擁護する観点から海洋の自由を解き海は何人も所有の対象とはしえないことを主張した。こうした主張は後の時代の海洋自由の方言則形成に大きな影響を与えたがこの時代には例えば海の物理的支配が可能であることを主張したセルデンの閉鎖回論1635年など クロテウスの主張に対して多くの学者が反論し、後に海洋論争といわれる学術的対立を繰り広げた。18世紀になると国家の中央集権化が明確になり、経済的、国防的な理由から近海の支配管理の必要が生じた。18世紀から19世紀初頭には沿岸国の秩序維持に必要な狭い領海と その外側にある先進国の自由競争が認められる広い公海という二元構造によって海域を捉える見方が主となっていった。こうした考え方は当時の国際社会において合理的なものとされ19世紀には国際慣習法として確立した。現代においては条約によって海洋法秩序の多くの部分が規律されるようになったがこの時代からその後は長期間にわたり 監修法によって規律される時代が続いた。これは当時の海洋技術が未熟であったこともあり、戦争などの手段に訴えるほどの緊迫した状況もなく、基本的に諸国の利害関係が一致しており、国際社会全体が条約作成に消極的であっためである。狭い了解と広い公海の境界線をどのようにして、 決めるのかという点は長い間統一されることはなかった。19世紀に入っても3回り、4回り、6回り、12回り、あるいはキャノン砲の着弾距離など、領海の幅に関する各国の主張は食い違った。20世紀に入り国際連盟の主催によって、開かれた国際方法天下会議でも、領海の限界が義として取り上げられたが、交渉は難航し条約採択には失敗した。 第二次世界大戦の後、1945年にアメリカ合衆国がトルーマン宣言で、それまで公開と考えられていた、同国周辺海域を保水域と宣言し、ここで漁業資源の保存にアメリカが当たることを宣言すると、これに同調した各国は次々に自国周辺海域への権限を拡大する宣言を行った。こうした状況で、国連は、 1> 第1次国連海洋法会議1958年2月から4月27日を開催し、領海条約、大陸法条約、公海条約、公海生物資源保存条約という4つの条約の採択に成功した。この時も領海と公海の境界線をどこに置くのかという点については合意に至ることはできなかったが、 特に公開条約ではそれまで国際監修法で規律されていた事項の条約化に成功した。1982年に第三次国連海洋法会議で採択された国連海洋法条約では、領海は領海規制から12海里までとすることで合意に至ることに成功した第三条ほか、領海に接続する海域として領海規制から200海里までの海域を 沿岸国の排他的経済水域とし売ることとされ、第57条、公開はいずれかの国の領海や内水、排他的経済水域に含まれない海域であることが定められた第86条。公開はいずれの国による支配下にもなく、すべての国による使用のために解放されているとする国際法上の原則を公開自由の原則という、 この自由には、どの国も公開となる、海域部分の領有を禁止されるとする、貴族からの自由という側面と、国際法上の条件に従う限り、どの国も自由に公開を使用することができるとする使用の自由という側面がある。こうした考え方は18世紀に、海洋の二元構造の考え方が確立して、以来現代まで引き継がれてきたものである。使用の自由として、 具体的には航行の自由、上空飛行の自由、漁獲の自由、海底電線、海底パイプライン付設の自由、人工島など、海洋構築物建設の自由、海洋化学調査の自由が、国連海洋法条約第86条第1項には、明文化されている。公開を使用するにあたっては、同じように、公開使用の自由を有する他国の利益に、合理的な考慮を払わなければならず、 公開条約第2条、国連海洋法条約第87条、第2項、そうした考慮を書いた形で公開を使用すれば、国際法違反とみなされ、国家責任を追求される。ただし公開使用計画ついての事前通報、競技、危険水域の事前通報、損失補填や損害賠償の事前保障など、合理的な考慮を払ってさえいれば、 ある程度他国の利益を害することになっとしても、適法な公開使用とみなされる。国連海洋法条約第88条は、公開は平和目的のために使用されるとしているが、この規定によって、軍事的活動が全て禁止されているとは言えず、例えば公開上での核兵器使用も、部分的核実験禁止条約や、海底非核化条約などの関連条約に定められた。 条件に従った上で他国の利益に合理的な考慮を払いえすれば適法な公開使用を取れる。国連海洋法条約第301条においては、国連憲章に規定する国際法の諸原則と両立しない武力の行使や武力による威嚇に限り禁止されることとされており、自衛権の行使やそのための準備としての兵器配備などは容認されている。 国際監修法上船舶内で実行された犯罪行為の取り締まりは基本的にその船舶の国籍国、つまりが当たることとされる。これを帰国主義という。その一方で国連海洋法条約は帰国主義の例外として海賊行為、奴隷取引、公開上の無許可放送、無国籍船や船籍の乱用に対しては外国軍艦、 取締り対象戦の戦績とは別の国の軍による臨権を認めた第110条。以下公会上での主な犯罪行為を挙げる。海賊は古来より人類一般の敵とみなされ、帰国以外の国による取締りが広く認められてきた。現代において海賊行為とは、私有の船舶または航空機の乗員、乗客が私的目的のために、 公海上にある他の船舶または航空機に対して行う不法な暴力行為、略奪、抑留と定義される航海条約第15条、国連海洋法条約第101条。従って、ハイジャックやシージャックのように一つの船舶、航空機内のみで行われる行為はここで言う、海賊行為には該当しない。また、金品ダッシュなどといった指摘目的ではなく、 政治的目的でなされるテロ行為も国連海洋法条約などに定義される海賊行為に含まれるかは疑問視される。国際法上奴隷とは他者の所有権のもとに置かれた人のことを言う国際奴隷条約第一条。19世紀初頭以来関係国が条約を締結し取締りがなされてきたがこうした特別の条約上の条件に違反しない限り奴隷取引は 通常の小取引とみなされ、国際法に反する行為とはみなされなかった。こうした時代に特に奴隷取引取締りに積極的だったのが、イギリスで特定海域での奴隷取引に対する臨権を定めた条約締結を促進した。1958年の公開条約第22条は、奴隷取引に対する臨権の権利を一般的に承認し、 国連海洋法条約第110条では、帰国以外の国の軍艦でも臨検することができると、された。公開上の船舶や、施設などから沿岸に向けて行われる無許可放送は、公開自由の原則が保障するところではない。これに対してはかつては、帰国主義に基づき船舶の帰国、施設の登録国のみしか取り締まることができないと、されたが、1982年の、 国連海洋法条約では、関係各国が取り締まりに当たることができるとされた。具体的には、船舶の帰国、施設などの登録国、放送行為者の本国、放送の受信が可能な国、放送による被害を被った国が、無許可放送の取り締まりに当たることができる関係国に、また、国連海洋法条約第109条、公開上での麻薬、 公正侵約の不正取引に関して、一般的には、帰国以外の国による取り締まりは認められていない。国連海洋法条約も、協力義務を定めるにとどまっている、第108条。麻薬及び、公正侵約の不正取引の防止に関する国際、連合条約第17条は、許可方式の臨権方式を採用した。つまり、 他国の船舶が薬物不正取引に従事しているとの合理的根拠を持つ国は帰国に対して臨検、他保の許可を要請することができると定める。ただしそれに対して許可を与えるかどうかは帰国の判断による。公開における漁業は公開自由の原則として伝統的に認められてきたものであるが、漁業技術が進歩するにつれて乱獲による 漁業資源枯渇が危惧されるようになったことから、特に第二次世界大戦後から、漁業資源の保存や生産性確保などを目指した、漁業関連条約が締結されてきた。国際捕鯨取締条約、1946年、北太平洋公海漁業条約、1952年、公海生物資源保存条約、1958年、北東大西洋漁業条約、 1959年などが挙げられる。1982年の国連海洋法条約第7部第2節にも公開における生物資源の保存、管理に関する規定がおか、漁獲可能量の決定にあたってはを維持することができる、水準に漁獲する種の資源量を維持することが定められた。国連公開漁業実施協定1995年では、 国連海洋法条約で規定されていたストラドリング漁種や高度化優勢漁種の保存に関する一般的義務第63条第64条を推し進め具体的に取るべき措置を特定した200回りの排他的経済水域制度に対応するべく公海と排他的経済水域にまたがる漁業に関する条約が多数締結されているこうした条約では漁期や 漁獲方法に加えて漁獲禁止の方法や漁獲可能量を決定とそれに基づく関係国ごとの漁獲量の割り当て方法まで規定される。現代における公開の漁業は自由から管理の方向へ進んでいるとも言える。北極地域はその大半が海で構成され、その海域の性格は基本的に他地域の海域と同じように区分される。地理学上や 地球科学上の北極海、あるいは北極圏に区分されるか否かに関わらず、その水域の法的区分は、通常の水域と同様に、内水、領海、接続水域、排他的経済水域、航海といった区分がなされ、それぞれに応じた制度が適用される。したがって例えばかりに、北極点に到達し氷の上にいずれかの国の国旗を掲揚したとしても、北極点が 公海上に位置する以上公海自由の原則が適用され、北極点表情がその国の領土となるわけではない。また、公海自由の原則に基づき北極海の航海に区分される氷の下をいずれかの国の潜水艦が先行したり、あるいは表情、氷下の水域に対して価学調査を行ったり、または、表情上空を航空機が飛行したとしても、こうした行為は、 公開制度に反しない限り認められる。しかし、北極海沿岸国の中には独自の理論で一部の海域や北極海に点在する島の領有を主張する国もある。そうした国々の主張は、セクター理論、またはセクター主義と呼ばれ、北極海に隣接する自国領土の海岸北部領端と北極点を結んだ二つの経線と沿岸の井戸線で囲まれる線上の海域。 さらにそこに含まれる島などの陸地部分に対し領域試験を主張するというものである。例えばカナダは1903年に自国領域であると主張する地域を明記した地図を公表し地域の科学調査や探検を自国の許可制としてカナダ発給の許可証を交付している。またソ連は1926年にセクター理論に基づく戦場の地域が 同国の主権下にあるとの宣言を行い、後の2001年にロシアは北極海において自国沿岸から最も遠いところで500海里を超える大棚を大陸方言会委員会に申請した。しかし両国と同様に北極海に隣接するデンマーク、フィンランド、アメリカ合衆国、ノルウェーがこのセクター理論に反対の立場を表明するなど、 地域的特例としてすら認められたものとは言えず、これらの主張は国際法上他国に対して有効なものとは言い難い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。